こんにちは、竹です。竹の一人朝礼です。今日は2015年、2月の1日ですね。日曜日です。今週か2月ありましたね。仕事の実践力や自己スキルアップのための一人朝礼です。実は店の周辺を最近ちょっと掃除してるんですね。そのきっかけになったのが、朝に橋に行って、パルクールしてるんですけど、でその時に、多分ウォーキングしながらなんかゴミ拾いみたいにしてる人おったんですね。まあ多分そのついでなんでゴミ拾いしてるんかもしれないですけど、それ見てね、なんか俺もしなあかんかなと思って、なんかちょっと感想までいかないですけど、なんか俺もした方がええなと思って、ほんでちょっと店の掃除を、もう5分か10分ぐらいなんですけど、掃除をしてるんですよ。いいことなんで、積極的にいいことは比較的僕取り入れていこうと思ってるんで、徐々にね、なんか範囲を広げていったら、おもろいかなと思ってやってるんですけど、気持ちいいっちゃ気持ちいいですね。綺麗方がね。あんま汚かったらあんまり、汚いより絶対綺麗の方がいいです。と言っても、僕、うちの掃除全然しないですけどね。ほとんど嫁がやってるんで。そしたら、竹の一人、以上です。竹の一人朝礼ですが、昨日できたのは動画の準備しかできなかったですね。今日も多分日曜日なんで忙しいかもしれないですけど、リストールの改善と動画の準備、小規模ヘアサロンの、ブログネタですね、を考える、紹介動画の準備、ターゲットブログに関しては、ブログの仕上げをしたいと思います。以上、竹の一人朝礼でした。